けましておめでとうございます。1月3日アマチャンネルです。今日はですね、その初詣についてちょっとお話ししたいと思うんですけれども、こう神社とか行かない方でもこのタイミングってやっぱり行っとこうみたいな気になると思うんですね。で、スピリチュアルムードがもっともっと高まってきますし、見えない世界っていうものをもっと皆さんが身近で感じる年だっていうことを、お届けしてますけれども、この神社っていうのはやっぱりね、行くとねスキッとするし、こう1年の何かこう誓いみたいなものを自分の中できちっと立てられるっていう部分においても、ぜひともね、今年は毎年行かれてない方も行ってほしいんですよ。そしてあと最低この神様のことを意識して過ごしていただきたいんですけれども、内神様、あと仏名神様、そしてこれ私3つ目よく言うんですが、自分が幼い頃に例えばおじいさんとかおばあさんとか、あとお家の方、ご家族の方とよく通ってたような、神社だったりお寺だったり、この3つ、これを意識していただきたいなと思うんですね。で、この3つを意識して、時々ですね、そこに通うことによって何かね不思議な力もいただけたりしますし、自分の健康も健やかにね今年1年過ごせたりしますし、あとですね縁ですよね。もうこの縁にし縁というのはもう人が生きていくためには絶対必要ですから、そういうものを取り入れやすく、引き込みやすく、引き寄せやすくなります。ということでぜひ、この三が日、もうあと1日2日、いよいよあると思いますので、ぜひ皆様今年はですね初詣に行っていただきたいなと思います。それでは今日の天運カラーと天運ナンバーをお届けしたいと思います。今日はピンク、そして数字は5です。この色と数字もまた意識してどんどんこの点をね引き寄せていただけるような、そんなサイクルに、自分がどんどん乗っかっていけるように、過ごしていただきたいなと思います。ということで、また明日もアマチャンネルをお届けしたいと思います。天運アーティストあゆこでした。